ファイヤーを捕まえるチャンス、きた。頑張っていきます。お、純草さんやん。え、純草さんもあれよね、トレーナーではないよね。あ、待って、こっち通れんやん。え、ってことは下からか。あっち側から回っていく。こっち側なんか落ちてない？なんかあるんやない？く、落ちてるけれども。やたらと強い子供がいると噂は聞いているよ。マジで？こんなところまで噂が。やったね。風の噂すげえ。エリートトレーナーのカズマが勝負を仕掛けてきた。お、ストライク。お、ストライクなんか初めて見たんじゃない？今回のこのゲームの中で。そんなことないかな。かっこいいよね。はい、火炎放射。イエーイ、一発。見た目はかっこいいけど、一発。ストライクって何？カマキリ？でもカマキリにしては顔普通にかっこいいと思うよね。カメックスで。カメックスでちょっと体力を回復しないといけないから。よし。ここで確実に一発で倒せるんならいいけどさ、向こうのターンかもしれんけど、岬。ってことなんで、体力を回復しておきます。はい。そしてここで、すかさずバブル光線を。捨て身でもそんなに、そんなにダメージ受けてないぞ。よし、行け、バブル光線。お、一発やん、やったね。じゃあ別にさっきのでも大丈夫やったかな、体力回復戦でも。まあ、でも若干減らせとったけん、そのおかげかもしれんけんね。ピカチュウレベル61。大したやつだ。噂の通りやろ。しげるのことは噂なかったんかな。ロケット団の榊を倒したのは君か。そうです。お、元気の塊。イエーイ。え、やめ、あーあああ普通に避けていこうと思ったのに。逃げまーす。私、ゴーリキ捕まえとったんかな。なんかよく覚えてないんやけど。捕まえとったような気もするし、捕まえてなかったような気もする。どうも、ジュンサーさん。あら、あなた、ポケモンリーグに挑むの？パトロール中に美人ポリスがエールを送ってあげるわ。あ、体力回復ありがとう。これでよしっと。頑張ってね。ありがとう。自分で美人っていうのはどうかと思うけど、まあ、美人ってことにしておくよ。アイナ、技マシーン51、吹雪を見つけた。いいね、吹雪。フリーザーに似合いそう。ちょっと待って、一旦向こう側に押して、ジュンサーさんプチってなりそう。は。これでそこのスイッチが多分押せるけん。だいたい狭いんよね。文句。PV すげえ力やな。ね。秘術って。すごすぎー。はい、これで、ポチッと。で、どこが開く？あ、そこ開く。ってことは、そこ開いた先になんかあったんやったっけ？なんかこっちもね、とりあえず降りれるんやけど、どうなんやろ、進んでいく場合、ピカチュウが。進んでいく場合は降りていくのか上がっていくのか、ちょっとよくわからん。どっちも繰り返して進んでいくんかな。はい、この先。ちょいちょいゴルバット出てくるんよね。よいしょ。金の7の実。あ、これでこっち側からまたあれが押せるんじゃない？あ、どうも。上には上がいるって教えてあげます。そんなことは言われなくても分かってるんだよ。これ、あっこに、ジュンサーさんのとこに行ったら何回でも回復してくれるんかな。エリートトレーナーのコトミが勝負を仕掛けてきた。多分毎回よね。あー、来た来た来た。さあ、とりあえずもうこの辺は、火炎放射で。
困った時の火炎放射、はい一発。あ、効果抜群なんか。え、エスパーにってこと？エスパータイプですか、ルージュラ。多分そうよね、多分。お、ウィンディーってことはカメックスで行こう。さあ来い。入ったー。さっきさ、なんかただならぬ気配とか言ったけど、別にそんなただならぬ気配なものないんやけど。何ただならぬ気配、何の気配を察知したの EV は。え、でもあっこの階になんかがあるってこと？なんかまだあっこの階で入れんかった場所みたいなのがあるのかな。いまいちよくわからんな。でも多分違う階やったら何も反応はないと思うんやけど。水鉄砲、あ、悪タイプの技はあれか、カメックスが覚えてるね。噛みつくが今あった。さあ次はゴルバット。ということはピカチュウで行こう。さあ来い。ちゃんとこうね、相手のポケモンによって使い分けれるっていいね。ゴルバット絶対その辺で捕まえたやろ。その辺で捕まえるやつも多分同じぐらいのレベルやと思うよ。ヘイ雷、オッケーオッケー、いいぞ。で、私はそこに落ちてるアイテムが欲しいんだ。悔しい。エリートトレーナーからみんななんかハイパーボールがもらえるけんいいね。あなた私より強いわ。上には上がいるってことか。そうそうそう。あれ？アイテムが落ちとったんじゃなかったっけこっち。あ、なにこれ、落とし穴もあるやん。はっ。これで下になんかあるんかな。これは？こっち側に押していって、で、スイッチがある？あ、ここに出てくるんか。え、ってことはスイッチはないの？なんか情けな感じやね。うわ、何？走らないでそんな。怖い怖い。いやー、ちょっと待ってよ。ズバッと邪魔。ビッグなの？君ビッグなの？わかんないけど、ちょっと逃げるよ。とりあえずこの穴から落ちてみ、落ちてみて。ん？どうした？ EV。 やっぱりこの階に何かがおるってことなんやろうね、きっと。多分。ただそれが見つけられてない。ん？ここの階からじゃなくて、こ、ウェイいっぱいなんか。サイドンめっちゃいっぱい。ちょ、待って、サイドン捕まえてないんじゃない？あ、ほら、捕まえてない、捕まえてない、おいでー。ちょ、避けないで、そんな。やめてよ。めっちゃいい感じで避けていくやん。これは、一発やったね。イェーイ、サイドンゲットさ、これでサイフォン、サイドン両方捕まえれたってことやね。サイドン、ドリルポケモン。後ろ足だけで歩くようになり、知能が発達した。鎧のように皮膚はマグマにも耐える。よし。で、え、結局、あ、じゃああっち側から降りればいいんかな。あっち側なんか、はしごあったよね。あ、ジェンサーさん、ちょっと体力回復お願いします。はい。ありがとう。助かるここに降りたらやっぱこの階なんよね。この階のどこかに何かが、あ、ポイントマックス、よき。あ、なるほど、そういうこと、そういうこと。燃える燃える。これって伝説のポケモン3匹とも捕まえれるやん。やったね。さこいよ。カメックスでやっつけてやるわ。ファイヤーが現れた。現れた途端に能力上げていくのやめて。やめて。
さということなのでカメックスで行こう。ってことはここが最深部？あとは出口をどうやって見つけてったらいいんかな。どこだか全くわかんねえや。はい、とりあえずバブル光線連打で行こう。なんか結構体力奪われたな。お、でも全然いい感じいい感じ。あと1回でやっつけれるわ。あとはどれぐらい早く私がハイパーボールで捕まえれるかっていうところやね。なんなのそのかっこいい技。バブル光線、こっちはもうバブル光線とかでね、めっちゃ可愛らしい技で。はい、オッケー。もう2発でやっつけられたんやけんさ、捕まろ。簡単に捕まろ。ファイヤーを捕まえるチャンスだ。ってことで、ハイパーボール。よし、行くよ。飛び回らないで。はい。あ、もうちょっと上やった。ほら、速攻で出てきたし。やば。来いよ。全然だな。枠が小さくなってない。いや、でもあれやん。サンダー？サンダーの時結構ね、全然枠小さくない。でかかったけど、あれで結構余裕で捕まえれたけんね。あ、これは？あー、来てない。マジか。はい。あ、方向が。方向が。はぁ、あ。ちょ、待って。はぁ、あ。どこに投げてんの？てい。おし、ナイス。ナイス。どうよ。お。あはは。くそ、あとちょっとなのに。もうちょっとで出口なんかな。ほい。お。ファイヤー結構なんか捕まりそうで捕まらない。はい。くっそ。地道にやってこ、地道に。さあ、どうだ。くそ。なんかさ、昔コロコロコミックで読み寄った時に、なんかポケモンで、ファイヤーの生き血をすすると、不老不死になれるみたいな。そういう話があったけど、めっちゃ燃えとるのに、生き血とかすすれんくね。あのポケモンのやつはもう連載してないんかな。もう全然違う人が書き寄ったりとかするんかな。結構好きやったんやけどね。めっちゃギャグ漫画やったけど。ポケモンでめっちゃギャグ漫画やったけど。グレート来た！どうよ。普通の時の方が全然捕まりそうやん。何？おちょくられてます？へい。ほい。ああ、ダメだ。まあね、エクセレントが出てもダメやもんね。どう関係あるんやろっていう気がしてきたよ、もう。伝説のポケモンに関しては全然関係なかったりするんかな。そういうエクセレントとかナイスとか。通常のポケモンのみ関係あるの。あ、来た！やったー！ふぅー。やったー！ファイヤーを捕まえた。これで伝説のポケモン3匹。カメックスはレベル61に上がった。やったね。嬉しい。ファイヤー火炎ポケモン。夜空さえも赤くするほど激しく燃え上がる翼で羽ばたく伝説の鳥ポケモン。イエーイ。すごくない？こんな子供がさ、3匹の伝説のポケモン持っとるとか、素晴らしすぎるやろ。イーブは興奮気味にボールをじっと見てる。すごいよね。仲間になったよ、君に。君の仲間になったんだよ。素晴らしすぎない？めっちゃ普通に歩いてくるの怖いんやけど。さあ、多分出口が近いんじゃないかなと思うんやけど。え？あー、そっか、ここか。え？ってことは、ってことは、どこだ、出口。全くわからんのだけど。
ここにスイッチがあるんよね。あ、そっかそっかそっか。このスイッチ、え、どこから持ってくるって、なんかあっち側にはなかったんよね、岩は。え、ってことはこっちのここから持っていくってこと？めっちゃめんどくさいやん。え、超絶めんどくさいやん。でもこれしかもうないもんね。え、でこれでどこが開くんやろ。え、閉じ取る場所あった？なんか全然覚えてないけど、まあ、とりあえず押していくよ。ちょっと待って、は、持っていけるんかな、あっちまで。これをさ、この坂道まで、違う違う違う。あ、どうも。とっても喜んでる？まあね、ファイヤーが仲間になったからね。嬉しい嬉しい。だってこの世に1匹ずつしかおらん伝説のポケモンをさ、この小娘が3匹全員やっつけたじゃない。捕まえたってもう確実に、え、上がれんやん、マジか。ここまで押してきた苦労。水の泡。え、つらー。あ、ここや。あ、これやん。ちょっと何しよん。ここにあるやん。あ、で、そこや。そこ出口かな、もしかして。出口で会ってくれ。間違う気がするけど。あ、でも上がってすぐに出口とかそういう感じかもしれんな。ね、上がったところに、またなんかさらに出口につながる、はしごがあるとかそういう、このまままっすぐ行けばいい感じやね。オッケー。坂道は上がれないって最初に言っといてくれません？めっちゃ押してきたのにあの時間超無駄やった。ほ、いけるー。あと一回。はい、これでそこが開いたやろ。はい、来た、開いた。壁がなくなって通れるようになった。よし、行こう。追いかけてこないでね。ふえい、びっくり。あ、どうも。変なおじさん。ここを無事に抜ければ四天王に会えるぞ。あ、やっぱり、もうすぐ出口や。セリフ的に。てか、ファイヤーが追った時点でね。怪獣マニアの望むが勝負を仕掛けてきた。ベロリンガ。ベロリンガ可愛いよね。ベロリンガは何タイプ？私これ昔からよくわからんねんけど。ノーマル？格闘？何タイプなんだ？ドラゴンなの？怪獣マニア。わからん。とりあえずじゃあちょっとドラゴンタイプの技使ってみよっか。竜の怒り。どや。違うっぽいね。火炎放射でいきますか。とりあえず、何でも燃えるの法則で、はい。全く何タイプかわからん。で、特になんかね、特徴とかないやん。お、イワーク。入れ替えます。ここは、不思議花で行こう。不思議花全然活躍してないけんね、今のところ。カメックスは何回も出たし、もう体力がちょっとあれやったけんね。でかいよー。おし、花びらの舞。いけい。一発。やったね。さあ、あと最後の一匹は？ヤドン？え、カメックスマジで？てかもう怪獣全然関係なくねって感じになってきたけど。でも最初のね、ベロリンガから全然関係なかったけど。花びらの舞。ふう、カメックスも一発。素晴らしいよ。素晴らしいよ、不思議花。あ、混乱した。でももう終わりだからね、大丈夫よ。お、不思議花レベル62。よき。怪獣マニア望むとの勝負に勝った。ありー。ありーじゃないよ、ふざけた顔しないで。ポケモン知識だったら僕は負けないと思うぞ。まあ、マニアだからね。もう抜けれる？あ、なんかコーチトレーナーがおったね。ってことはここがもうラストかな。回復の薬ゲットー。ひぃー。邪魔。
邪魔だよ、イワーク。何やってんだ。どうも、これ出口ですか。わあ、君のポケモンとっても可愛いね。僕、コーチトレーナーだよ。勝負しようよ。こんなふわふわしたコーチトレーナーもいるのか。ワクワクドキドキスペクタクル。なんかちょっと頭おかしい。大丈夫大丈夫なの。コーチトレーナーのトレサクが勝負を仕掛けてきた。なんか、田舎から出てきたんかな。トレサクくん。かわいい名前だけど。格闘タイプか。ってことは、翼で撃っていけば問題なし。イエイ。くっそ、一発じゃなかった。絶対一発でいったと思ったのに。あー、相手の激励に触れてしまった。しかし、翼で撃つ。オッケー。あ、4匹持っとんや。結構持っとるね。そんなふわふわしとるくせにさ、その代わりにポケモンがしっかりしとんかな。ほら、なんか怖い感じのばっかり。入れ替えるよ、当然。ピカチュウでいきます。へい、来い。絶対あれやろ。途中のところで捕まえたやろ。あの、なんかピチ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 跳ねおったコイキング、進化させてやろ。いけ、雷。すごいよね、ギャラドス。思いっきり空中に浮いてるもんね、あれ。イエーイ、一発。さあ、次は次は、ウィンディーってことはカメックスでいきましょう。ちょ、体力回復したい。一発でやっつけれるとは限らないから。そしてなるべく経験値もゲットしたいけん、やられてほしくないよね。はい、ってことで、すごい傷薬。はい、カメックス、なんでこんなに体力なくなったの。何で戦ったっけ。ベロリンガー、あの時か。ん、いや、あの時はリザードンやねん。え、なんでこんなに体力なくなったね。ちょっと忘れた。よし、バブル光線いっきー。オッケーオッケーオッケー。ほらね、一発じゃないやろ。なんかさ、ここのポケモンっていうか、ここのっていうか、ここで戦い挑んでくる人たちさ、なんかポケモンにみんな激励を覚えさせてない。気のせい。なんでそんな怒りっぽいポケモンばっかり育てやん。もうちょっと心穏やかに行った方がいいよ。寿命が縮まるよ。ケンタロス、ケンタロスって何タイプ、何タイプなんやろ。このまま行こっか。地面、ノーマル、格闘、いまいちわからない。バブル光線。あー、ま、結構体力いったぞ。なんか微妙やね。まあ、とりあえずバブル光線もう一発でやっつけれるかな。はい、すごい傷薬。オッケーオッケー。よし、あと一発バブル光線を打って多分やっつけれるはず。そう、無駄な抵抗しないで。ほら、混乱しとるやん。バブル光線。オッケー。なんかもう私の中で何タイプかわからん子は大抵ノーマルタイプっていう風に勝手に決めとるけん。あ、ゴローンレベル66。まさかあそこでアークルトは。どれだ。楽しかった、これもらってよ。おお、アイナはワザマシーン39激鈴を手に入れた。ワザマシーン39の中身は激鈴だよ。僕みたいにヘラヘラしたやつほど怒ったら怖いんだよね。え、お兄さんも激鈴覚えてるんですか。あれ、出口じゃない。いや、出口や。やったー。ふう、抜けたぜ。
ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。チャンピオンロードって意外とたなんかね、長かったねああいう感じなんや、初めて知った